基礎への性的暴行容疑で裁判に移され、熾烈な攻防を展開してきた安木聖元正し南知事に一審で無罪が言い渡された。ソウル西部地検刑事合意11部は14日午前、非監督者会員業務英力などによる就効強制歪説容疑で起訴された安被告に無罪を宣告した。 安本知事は昨年7月29日から今年2月25日まで自身の随行秘書であり政務秘書であったキム・ジュンさんに対し、4度にわたって性的暴行を働いた容疑で起訴された。また、キムさんに5回の乱らな行為、1回の業務営力を利用した就効容疑も受けた。裁判部は、唯一の証拠は被害者の陳述で、 被害者の感受性も考慮しなければならないとしながらも、被害者の陳述で納得のいかない部分や疑問点が多い。被害者が心理的に凍りつく帰り状態に陥ったと見るのも難しいと伝えた。続けて、検察の控訴事実の後押しが不足しているとしながら、 現在の性暴行犯罪処罰体系下ではこういうものだけで犯罪だとは見られないと説明した。この日の宣告期日には被害者キムさんも出席し、安本知事の一審判決を見守った。